はい、おはようございます。2月5日土曜日、セブ市セブ島、朝の6時31分。今日ね、コロンとかカルボンとかブリッジの方行く予定で、ミニバス待ってたんですけどね、なかなか来なかったんで、ジプニーもいっぱい来ましたけどね、もう満車なんですよね。それで予定変更して、アヤラセンターセブ近辺を散歩したいと思います。今日の天気はもう日が昇って、ちょうど今太陽に向かって東に向かって歩いてます。今日はどっかも交差点に行ってね、また設置して固定でどっか撮りたいと思いますが、わかるかな、ここアヤラセンターの、これはね、南口なんですけどね、ここがメトロですね。2月5日だから、あと10日もすればまたフィリピン のコロナ規制緩和っていうか、なんだか変わるみたいですけどね、今のところ2週間ごとに変わるらしいんですけどね。今セブ市ではアラートレベル3っていうんで、そうなってます。ワクチンカードがな、接種カードがない人はモールとか施設には入れないですね。一応原則としてですけど、まあ、ジョリビー、マクドナルドとかは一応買う人、テイクアウトの人だけは入れるようですね。入ってもまたすぐ出なくちゃあんないですけど、私もジョリビー、マクドナルドはよく利用しますけど、大丈夫ですね。アヤラロード、アヤラとルスタンスの交差点に来ました。今日は散歩でずっとどっか行きますから、もうレストランのチーフが来ましたよ、さっき。さっきのね、あの人は武道やってんですけど、武道。武道やってんですけどね、レストランのチーフもやってます。料理学校行って、ちゃんと卒業して、レストランの料理の資格持ってますからね。今はね、おまわりいないから行っちゃいますよ。こっちの人は誰もね、車が来なければみんな行っちゃいますからね。みんな平気ですから。いやー、涼しい、誰もいなくて。今、アヤラセンター前のルスタンス前に来ましたけど、ここですね、看板がちょっと剥がれちゃってますから、台風でね。今日はこっち方面の散歩します。このまままっすぐ行くとね、ランダースの方なんですよね、ランダース、それか SM シティ方面なんです。これ歩いていくとね、確かね、20分ぐらい歩けば SM の近くまで行くと思うんですよね。
だからちょうどいいんです本当はね、ゆっくり歩いて片道40分ぐらい、30分35分、だから往復1時間ちょっとだからちょうどいいはずなんですよね。はい、来ました。前にね、ここの前にもね市場があるんですよ。野菜とかフルーツ売ってるところがね、まだ一回もそこは行ったことないですけど、ユニクロのユニクロがちょっと曲がってますね、ちょっと看板が。こんな天気ですよ今日は。こんな天気。はい、バイオンブンター、 Thank you トラバフォー。福岡セダホテルの入り口になります。今頃これコロン行きのバスが来たよ。これ待ったな、こっちの方で。セダーホテル、ここからヤラセンターに直結っていうかつながってんですよ。ここからねもうつながってんです。ここがもうヤラですからね、通路があります。間違って入ってっちゃうとか。マイクをね、写真撮ろうとしたらね、警備員がね、写真撮っちゃダメだなんて、写真撮っちゃダメなんだって、ここそう言われましたよ。ここがグローブのビルディングですね、グローブ。隣がケッペルビル。ちょっと前まで7階に日本大使館が入ってたビルです、ケッペルビル。なんか看板によるとケッペルビルにはねミニストップがあるとかって看板見たんですけど、全然ミニストップ見たことないんですよね。今日は土曜日でいい天気です。もうこの辺は東北東ですね、ビジネスパークのちょうど北東側です。ここもなんか新しいビルができんだね。これここもビルができますね、もう近日。ここに置こうかな、これ固定して、そうすれば楽だからね、置いとくだけだから。じゃあここ今日はここにします。この交差点にこれ固定します。どっち向きがいいかな。はい、じゃあここにしますね。ここで固定、ここで固定。できないなこれ、できないよ。ただいまの時間6時40分ですね。なんかねボルトがあってこれが映っちゃうんだよね。ほらここにしようかな、こっち、ここか、ここにしっか。じゃあここで固定しときます。ここはダメだ、ボルトがある。ここね、ここ、ここで固定します。
ダメだ、ここ今見てたけど全然人がいないね。これここにするか、ここしばらくね。土曜日だからね、全然車少ないですね。ここまっすぐ行くと、あのランダースがあるんですけどね。ランダース。皆さん信号ちゃんと待ってますね。ちょっと角度変えますね。角度変えます。これがまっすぐ行くとランダースが左側にあります。あー倒れちゃったよ、倒れちゃったよ。でもカメラは止まりませんでした。よかった。それでね、今度こっち行くとね、ジョリビーがすぐあるんですよ。ジョリビー、たまにね、朝ごはん食べに来たりしますけどね。ジョリビーね、やっぱりいいよね。この茶色いビルがケペルビルで、7階に日本大使館セブ支店があったんですよね。
SM 行きのジプニーが来てますよ。 SM 行きのジプニー、このジプに左に曲がりますから、左に曲がれば SM シティの方ですから、ね、全部信号赤ですね。今1個だけ青です。はい、信号変わりますよ。はい、あのジープ SM 行き、車がもうこっちはなくなりましたから、また移動します。はい、ここで固定のビデオ終了します。